西武ドームです。東京ヤクルトスワローズ対埼玉西武ライオンズセパ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は斉藤、対するライオンズの先発は宇佐美、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは秋山、投げました、ストライク、いきなり153キロ、ボール、カウントワンボールワンストライク、投げました、ツーシーム見送ってストライク、バッター追い込まれました、投げました、ボール、カウントツーボールツーストライクです。投げました、打った、痛烈な当たり、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは熊代、投げました、決まった、ストライク、いきなり150キロ、投げた、アウトロー際どい球、ボール、際どいところ、カウントワンボールワンストライク、打ちました、セカンド正面、一塁へ送る、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターブラウン、現在の打率は2割8分8厘、第2球、投げた、ストライク、膝元厳しい球でした、伸びのあるストレート、投げた、ストレートはストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、打ちました、三遊間のゴロ、梶谷取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。斉藤、今日は無難な立ち上がりです。これからライオンズの攻撃に入ります。バッターボックスは可能、現在の打率は2割6分5厘、投げた、アウトコース低め、ストレートは外れても、アウトコース低め、際どいところ、カウント、打ちました、いい当たり、センターへのフライだ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは浅村、第9、ストライク、膝元厳しいボールでした、まずは初球決めてきました、投げた、直球ストライク、アウトローへ、少し迷ったか、投げた、ボール、カウントワンボールツーストライク、内角高めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった、投げました、内角低めいっぱいストライク、いきなり151キロ投げました、アウトコース低め空振り、タイミング合いません、縦のスライダー、ボール、内角低め、カウントワンボールツーストライク、打った、流し打ち、ファウルボール、第5球、投げました、
低めボール球打った、ショートバウンド、ショートから一塁送球、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。斉藤、3人でピシャリと抑えています。これからライオンズの攻撃に入ります。バッター榎本、現在の打率3割1分。第2球、投げました、速球ストライク、外角高め、バッター追い込まれました、投げました、150キロ直球、空振り三振、榎本3球三振に倒れました、投げました、初球から打ってった、奥井ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。投げた、ストライク、いきなり152キロ、カットボールはボール、カウント1ボール1ストライク、投げた、決まった、ストライク、バッター追い込まれました、投げた、ボール、カウントは2ボール2ストライク、投げた、ボール、際どいところ、ボールカウント3ボール2ストライク、投げた、際どい球、選んでフォアボール、ここはよく見ました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは秋山、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れて、低めボール球打った、取りました、これで3アウト、1塁ランナー残塁です。3回まで終了しまして2対0、ライオンズ、この回は2番からの好打順、バッターボックスは熊代、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。2球目はストライク、第3球を投げた、インロー際どい球、ボール、カウント1ボール2ストライク、投げました、流し打ち、どうだ、ライトへ飛んだ、ヒット、熊代2塁も狙う、熊代ツーベース、ライオンズようやく初ヒットが生まれました。バッターは3番ブラウン、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。2球目空振り、投げました、ボール、膝元際どいところ、カウントは2ボール1ストライクです。取りました、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは4番カノー、通算100号本塁打まであと2本としています。2球目はストライク、第3球を三振、カノー3球三振、ランナー1人を置いて迎えるバッター、センター方向へ持っていきましたが取ってアウト、スリーアウトチェンジ、2塁残塁。4回の裏が終わりまして2対0、スワローズ2点リードは変わりません。これからライオンズの攻撃に入ります。バッターは細竹、最初のバッターボックス、初球を打ちました、これはセカンド正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、見送ってストライク、初球ストライクから投げました、打った、抜けた、榎本ヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは中江、ストライク、いきなり157キロ、インコース低めいっぱい、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を一塁ランナーに打ちました、ヒットエンドラン、これはヒットになります。レフトからサードへ、長江ヒットを放ちました、これで2打数の1安打。第1球投げました、アウトコース低めストライク、初球まずは入れてきました。2球目空振り、タイミング合いません、外角低め、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。ファール、さあ投球は5球目、縦のスライダー、ボール、カウント2ボール2ストライク、打ちました、ライナーだ、ライトからセカンドへ、杉谷ヒットを放ちました、ライオンズ1点入りました。さあそれでワンアウト、ランナーは1塁2塁、ライオンズなおもチャンスが続きます。リンゴをギリギリいっぱい、ストライク、バッター追い込まれました、打ったい当たりだ、ショートバウンド取った、2塁送る、好プレーを見せました、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。5回までが終了しました。ライオンズ、この回は上位打線から始まります。バッター熊代、今日3打席目、1球目ストライクから投げました、ストライク、膝元厳しいところ、投げた、縦のスライダー、空振り三振、斉藤ナイスピッチング。バッターボックスはブラウン、今日はショートゴロとファールフライ、初球ストライクから、第2球投げた、打った、三遊間へのゴロ、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは加納、現在の打率は2割6分2厘、外角低め、ボール、バッターよく見ました、インロー空振り、第3球を投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク、投げた、インコース低め、ストライク、これは完全に振り遅れ、投げた、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました、最後は空振り三振。7回の裏、ライオンズラッキーセブンの攻撃、バッター浅野、今日は三振とセンターフライ、
シーム決まってストライク。バッター追い込まれました。投げた、もう完全なボール球。カウントはワンボールツーストライクです。打ちました。ショートバウンド、ボールを掴んだ。一塁送球、うまくさばいています。浅村、いい当たりでしたがサード正面。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは細竹。今日はショートゴロとセカンドゴロ。これは引っ掛けた。三遊間の当たり、サードから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは榎本。初球打った、当たりそこではショートゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。ライオンズ三者凡退。試合終了。スワローズ2点差で逃げ切ります。